はい、どうも不明だよです。今回ですけど、キングダムハーツの積むになるんですけど、ソラですね、まあ、こちらのスキルレベル3を使ってみたという動画になります。今現在ですね、セレクトボックスで、ラインナップされている積むというところで、動画投稿を、しております。で、こちらの積むのスキルとしては、少しの間オートで積むを消して、その周りも消しますよといった感じのスキルになります。はい。でね、自分このツム1回も使ったことなくて、どんな感じで消すのかっていうのと、ボイスがどんな感じに出るのかっていうのをね、全く見てないんで、まあ、ちょっとね、初見プレイになるんですけどね、まあ、どんな感じなのかっていうのをね、見ていきたいと思います。ではそれではね、54とコインを使ってやっていきましょう。花粉症やばいんですよ、マジで。今自分、みんな大丈夫ですか？あ、やばい、今ちょっとまずいよ。もしかしてこのツム空重いんかな。ああ、そういう感じ。あ、そういう感じで消すんか。なんか消去数は多いけどさ、あの消したやつがさ、ボム出ないからさ、なんか今一つな感じがしてしまうよな。ほら、だいたい14、15で、嘘、今のでスキルたまんないのかよ。意外と重いんか。しかも今さ、俺シャッフル押してないんですけどシャッフル押してないのにシャッフル使ったことになってるやけど。で、ちなみにこいつのボイスはどんなんつってるか、つながる心が俺の力だって言ってるんだ。なるほどね。ちょっと原作やってないんで何とも言えないんですけど、名言なんかな。またちょっとバグってないですか。俺がおっしゃってるのかな、無意識に。そんなことないぞマジで。繋がる心が俺の力だ。いや、どうだ。繋がる心が俺の力だ絶望。スコアもコインも全く稼げない。俺がただヘボいだけなのか。でもさ、オートで消すっていうことなんで、まあ基本ね、スキル連打でいいと思うんですけど、まあ、これさ、ボム毎回ボム出てくれたりとかすればまだね、伸びるかもしんないけど、どうなんかな。スキルレベル上げていけば消去数も伸びて、スキル、積む消す回数も多くなるのかな。まあ、そういうんであれば、まあ、強積むと言えるかなと思うんですけど、まあ、このスキルレベル3のね、時点ではね、あまり使えないかなと自分は判断しております。はい。ということでね、何だったっけ？空のスキルレベル3を使ってみたという動画になりました。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。